さあ始まりましたワンキャリー企業ラボ。この番組は様々な企業を徹底的に分析してその魅力に迫っていく、そんな番組です。今回の企業はスター精密さんです。スター精密さんと言いますと、社名にも精密とある通り、高い技術を持つ電子機器や工作機械、精密部品のメーカーです。さあそんなスター精密で働く醍醐味、たっぷり聞いていきたいと思います。というわけで今回のゲストご紹介です。今回はスター精密から松並さん、そして上松さんにお越しいただきました。お二人よろしくお願いします。お願いします。はい、今回ワンキャリアでは初登壇ということなんですね。はい、はい、ぜひじゃあ上松さんから今回の意気込みをお願いします。そうですね、緊張してました皆さんにスター精密の魅力が伝わるように頑張りますのでよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。松並さんもお願いしま す, です、ね、私もガチガチに緊張していますけれどもただここも年次が近くて、そんな会社の雰囲気も含めて伝えられるといいなとは思ってますので、ねはい、本日はよろしくお願いします。お二人今日は本社のある静岡からいらしてくださったんですよね。はい、はい、よろしくお願いします。さあここからはさらにいろいろと聞いていきましょう。まずは今回のトークテーマです。こちら、さあ5つご用意しました。お時間許す限りたっぷり聞いていきたいと思います。まずは1つ目の質問です。こちら、中小企業が世界と戦える理由は、ということで、社員数は単体で450人くらいとおっしゃってましたから、いわゆる中小企業ということで、なのになぜ世界と戦えるのか、このあたりぜひ教えてください。はい、じゃあ私の方から、はい、さっき松並からも、ね、あった通り、もともと私たちすごい細かい精密部品を作るところから始めておりまして、その時からですね、やっぱり技術力はすごく持っていて、それを派生させて今は機械事業部で工作機械、マザーマシンと呼ばれるものですね、で私たちは、小型のプリンターということで、やっぱり技術力の継承というところ、そこも強みで、そこが世界と戦える一つのところかなと。あとは、やっぱりさっきカスタマイズなんて話もありましたけど、世界のお客さんのお困りごとをヒアリングして、世界にそういうニーズに合ったものを届けるっていうところも得意としているところ、そんなところが、中小企業ながら世界と戦える部分かなと個人的に思っております。確かにこう歴史がありますし、その中でこういろんな製品作ってきた、製品も変わってきたじゃないですか。そんな製品作りとか、あとその売るっていうこと、販売に関して何かこだわりっていうのはありますか？そうですね、販売のこだわりで言うと、やっぱり国内だけじゃなくて、先ほど申し上げた世界のお困りごと、とにかくヒアリングして、でプリンター、私 の, 勤めているプリンターの方ですと、実はホームページ見ていただくとプリンターしか載ってないと思うんですけど、販売会社、要は国内とかアメリカとかタイとか、ヨーロッパに拠点設けてるんですけど、彼らはプリンターと関連するキャッシュドロワーだったり違う製品もセットにして、要はソリューションプロバイダー、お客さんがプリンターだけじゃなくてプリンター周りも困ってませんか、こういうものはスターセービス提供できますよっていうアプローチをかけるっていうところも一個面白いところかなと思っています。なるほど、もうそのピンポイントではなく、そのものをこの周りごと全部こうどうぞっていう感じで、 そうですね、それはもう一気通貫で導入するところまでできるわけですか？ホス周りは任せてくださいっていう感じでやっております。ありがとうございます。あとやっぱりこう社員数も少ないっていうこともあって、いわゆる少数精鋭なのかなっていうところありますが、どうですか松並さん、そういう実感ってありますか？そうですね、本当に少数の中でかなり真面目に頑張れる人というか、であと周りをやっぱ巻き込むっていうのは一つこう重要な要素かなと思いますけれども、やっぱ少ない人数の中でも、なんか私個人的には入社を決めた理由にも一つこの少人数っていうのはありまして、なんかこう自分の活躍が目に見えやすそうだなっていうことは思っていて、そこは入社してからも本当に結構こんな、なんかプロジェクトを逆にこんな人数で任せてもらえるんだとか、こんな年齢から任せてもらえるんだってことは結構多くてですね、もうなんなら私は人事の配属だったんですけれども、入社1年目から結構説明会もう全然一人で喋ってねっていう感じではあったりしたので、逆に大変でもありますけれども、結構周りの人を巻き込みながら、いろんなもの、事業のこと聞きながらっていう形で、結構そんな少数精鋭感というか、少数の中でも結構協力体制はあるかなと思いますね。上松さん、社員の方のお名前聞くと割とパッといろんな人の顔浮かびますか？もうめちゃくちゃ浮かびますね。私も今プロジェクトとか、販売会社一担当でやらせてもらってますけど、私の後ろにいてくれる方がサポートしてくれるからこそ、私はフロントの方たち最前線と話ができるので、ものすごく
感謝をしていつも働いております。はい、いいですよね。あともう一つ気になったのがグローバルニッチ戦略、これ面白いなと思ったんですが、この少数精鋭で勝ち切るっていうのにはこの戦略欠かせないですね。そうですね、はい、まあ小型プリンターって皆さんイメージありますかね、そもそもね。なかなか見ない、なかなか慣れてない方はね、分かんないと思うんですけど、実際はレジ周りとか見ていただくと、弊社の製品置いてあったりっていう形で、うん、まあ、要は隙間をちょっと狙って、あんまりこう競合さんもすごく多いわけではなく、そこ隙間を狙っていってる。はい、マザーマシンの、機械の方もそうですかね。そうですね。ちょっと加工分野が違う形で。かなり交差機械ってもう分野で言うと大きくて、結構あと日本の企業がお家芸と呼ばれるように、うん、結構日本にもすごい交差機械のメーカーさんって立派なメーカーさんがたくさんあるんですけれども、うん、その中のかなり小型精密っていうことに特化をしていますので、はい、当社の削る材料の一番最大の直径でいうと今40ミリ50ミリぐらい、うん、なんで4センチ5センチ以下のものを削っていって、なんなら腕時計の内部でいうともっともっと数ミリのものを削っていくっていうような、うん、かなりそこに特化をしながら、例えばお客さんの求めている内容をかなりこうカスタマイズで設計してたりもするっていうのは特徴かなと思いますね。確かにこう腕時計の、ね、部品って言われたらどんだけ小さいんだろうって想像できますけど、そういうの聞いてワクワクする方にはぴったりです。そうですね、そうですね。ただ私たちも文系なので、もともとそういう専門だったっていうわけではないですけれども、はい、逆に自分たちが関わった製品とかがこう海外に展開していく、ちょっとそんなロマンを感じるかなと思います。そうですね、世界で見ると嬉しくなりますね。はい、ありがとうございます。では続いての質問いきましょう。2つ目の質問こちらです。さあ、事務系総合職って実際何するのということで、ここからは実際入社後のお話をしていきましょうか。ということで、事務系総合職、お二人は事務系総合職になるんですかね。そうですね、はいはい、実際何するの聞いていいですか。そうですね、はい、本当に職種でいうと、さっき、うん、会社説明の部分でも一覧でお店をしたんですけれども、まあ、営業だけではなくて、結構資材調達、生産管理、あとはこう人事系もあるんですけれども、まあ、その中でそうですね、